毛長川は、埼玉県及び、東京都を流れる利根川水系や瀬せ川支流の一級河川である。かつては、毛長堀、毛長落としと呼称されていた。昭和23年より40年にかけて、改修拡張された。埼玉県川口市東部で江川と前の地川が、合流し毛長川が始まる。市内を南へ、草加市と足立区の境を東へ流れ、 足立区花畑地区で綾瀬川に合流する。一級河川の上流端は、川口市、安行寺林。途中、け長川調節地や新芝川への放水路である、ケナガ川放水路などの治水施設が建設されている。旧イルマ川の流路であり、新編武蔵風土気候のケナガ明神社の港では、ケナガ沼という沼地があったことも記されている。 人口急増に伴う都市下で20世紀後半には水質が悪化したが流域の下水道の普及などによって2000年代から次第に改善した。現在、埼玉高速鉄道線のトンネルを活用して荒川の水を引き込み、綾瀬川同様、毛長川に注ぐことで水質を改善する工夫が行われている。水質が改善されてきたためか、毛長川では 魚類の生息が確認されている。ただし、昭和54年時点でも東部伊勢崎線の橋付近にて、鯉の養魚複数が釣りへされた。また、食用カワズのオタマジャクシは多く生息していた。ヘドロなどのオタクが凄まじく魚類調査は困難であった。ため公的な記録は残されていない。川口市江戸三丁目、江戸橋付近上流より、ありがとうございます。